ではここで改めてご挨拶しておきますか。いますか。お願いします。はい。皆さん、こんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、パフュームです。よろしくお願いします。英語教師、のちるださんによる、パフュームの曲で覚える英語塾を研究せよ。Hi, everyone! じゃあ、授業始めますよ。私、皆さんお待たせしました。カナダから来ましたナチルだと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。あれ、グッドスマイルがしますね。あーちゃんさん、かしゆかさん、お久しぶり。お久しぶり。グッドスマイル。聞いた話によると、はい、全米デビューが決まったみたい。あ、そうなんですよ。だったらそこは英語をもっと勉強するのだと思ってます。そうですね。そうね、いつもね。だから私は二人だけのために久しぶりに日本に来ていますので、そこはありがたく思ってくださいね。わかりました。恩着せがましい。あのもちろんお土産あります。あ、お土産。スモークサーモンジャーキーはアミューズに送っておきましたので、うん、あ、そういう手配とかできるんだ。事務所に送ってくれたんだ。ちょっとここに持ってこれる量じゃなかったので、そんなでかいの。会社に送りました。そんなでかいの。はい、じゃあ英語の授業始めますよ。ノチルダ先生の後に続いて発音してくださいね、うん、はい、もう次入るんだね授業。もちろん教材で使うアルバムは、うん、レベル3。いや、これは私なりの全米デビューおめでとうというおもてなしです。あ、ありがとうございます。あ、おもてなしです。え、ではまずは、はい、この単語を覚えておきましょうね。はい、球体に入る。いや、流暢。球体に入る、これを英語で言うと、他片言なの。2回目はそういう風になっちゃう。 Enter the sphere。 Repeat after me。 Enter the sphere。 来ました。じゃあ音楽に合わせてみましょうね。音楽に合わせて。 Enter the sphere。 またね、君たちね、音楽に乗っちゃうとこあるね。いや、だって音楽に合わせてって言ってる。音楽でその言葉が来た時にきちんと発音する、これが大事。もう一回いきましょう。 Come on。 そんなだったかな。はい、クリアする。 Enter the sphere。 Enter the sphere。 まあいいでしょ。いや、逆に曲に乗せないの難しいよ。よく言えたね先生。よく言えたよ。よく言えた。先生、これでずっと食べてますか。そうか、そうか、それ仕事なんですか。まあいいでしょ。久しぶりなんだね。じゃあ次の単語いきますよ。眠れる森の美女。これを、あ、間違えた。眠れる森の美女。これを英語で言うと、Sleeping Beauty。 Repeat after me。 Sleeping Beauty。 あー、いいですね。はい、すぐ来るよ。はい、どうぞ。 Sleeping Beauty。 違う、歌わない、歌わない。はい、歌わない。ちゃんと発音して、歌わず発音するの。 Come on。 Sleeping Beauty。 気持ちが乗ってないね。いや、乗せないでって言ったら育つじゃん。乗せたら歌っちゃうよ。Sorry。 気持ちも乗せてこ。あ、気持ちも乗せてこ。気持ち乗せるけど歌に乗っちゃダメ。難しいな。なんだ、はい、Sleeping Beauty。 気持ち、もう歌っていいから気持ち乗せて。いいの。気持ちを乗せましょう。Sleeping Beauty。 OK。 ちょっと表情が暗かったかな。いや、そういう歌なんだよ。そうそうそう、この歌。そういうテンションなのよな。次頑張ろう。次もう行くの。次行きますよ。エール送られた。意地悪なこんにちは。これを英語で言うと、ナスティハロー。なんだろうそれ。これはアルバムレベル3には入ってないけど、私ね、個人的に好きな曲なんです、なので教材入れてみました。 Repeat after me。 ナスティハロー。いや、この前どうしたらいいの。これ完全に日本語なんだけどな。どうしよう。はい、4、3、2、1。意地悪なハロー。違う、ナスティハローだって言うてるやろか。君の目ナスティね、ナスティ。ちょい、前半日本語入ってる。いや、これそういう歌なんです。だってそうなんだもん、うん。意地悪なハロー、確かにいい歌詞だけども、うん、ナスティハローと今日は言ってみましょうね。うん、Repeat after me。 え、ナスティで歌うの。難しくない。ナスティハローだよ。
つかないわ。優しいね、ハロー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 、君のメロディー。次もナスティじゃん。かわいいわ。あ、難しい。バーイ。どっちどっち。わかんない。こういう歌なんだ。ボーイ。ボーイの発音すごく良かった。あ、本当？そっち褒められちゃった。とても良かった。はい、あ、じゃあ良かった。あ、最後にいいボーイが聞けて良かったです。え、どうしたの。じゃあこれで多分全米デビューも海外ツアーもバッチリね。え、嘘、ボーイだけでやっていけるかな。ボーイで、え、今のボーイだけで歌手か。あーちゃん、全米デビューワールドツアー頑張ってくださいね。ありがとうございます。あ、最後に、はい、なんでアメリカまで来たのに私の母国カナダに来ないかな。ちょっとショッキングな出来事でした。バイ。いや、帰った。言い捨ててったけど。ごめんね、カナダまだ行けないんだ。いやー、まあね、いつもだったらこの後校長がね、ヒャッホーイとテンション上がるぜっていう感じでね入ってくると思うんですけど、今日僕一人なんでね、ごめんなさいね、このテンションがこのうわーってなってなくてね。いやー、もう初めて見ましたよ、ノチルダさん。そんな方もいらっしゃるんですね。